ヘンリエッタ・ロナー・クニップは、オランダ生まれの画家である。犬や猫の絵を得意とした画家である。アムステルダムに生まれた。父親のジョセフス・アウグストス・クニップは、風景画家であった。父親は、博物画家のポリーヌ・ポーリーン・ライファーでクルセルと結婚していたが、別居していて1924年に離婚する。実の母親のコルネリアトクニップは同居していて、クニップと、 コルネリアの二人目の子供だった。父親から絵を学び、ハーグなどで家族と移った。父親が病気で視力を失った後の1835年頃から絵を描いて生活をするようになった。1838年の現代名称展、テンツーンストリング・バン・ラベーンでミスターズの出展者になった。1847年に父親が亡くなった後、 アムステルダム定住し、風景画を描いた。1850年に、ドックム出身のフィコロナとアムステルダムで結婚した。ベルギーのブリュセルで暮らすようになり、6人の子供を育てた。夫は病気がちでロナークニップは画家として働かなければならなかった。犬や猫の絵を描き人気となり、1893年のシカゴ万国博覧会の展覧会にも出展した。 1887年にベルギーのレオポルド勲章を受訓し、1901年にオランダからオランエナスソー勲章を受訓した。息子のアルフレッド・ロナー、娘のアリス・ロナーとエマ・ロナーも画家になった。ありがとうございます。